今日はひなこの誕生日。そう、おめでとうひなこ。ひなこも18歳。もう若いけどね。でも初めて会ったのが15歳とか、ひなこがそのくらいの時だったから大きくなったなって思うけど、まだ18歳っていうね。そう、ずっとっていうか、まあ5歳差だから。でも私が18歳の時に15歳だった。あ、違うか。いや、18歳の時まだ13歳か。若っ。全然年離れてる。違いますね。今日久しぶりにポンポコ見た。お、ポンポコね、懐かしいね。なしちゃんも18歳くらいに見える。そう、なんかね、結構23って言うとびっくりされ、え、そんなお姉さんだったんだみたいな。そう、いい意味か悪い意味か分かんないけど、見た目はまだ若く見られるっぽいです。若々しく言おう。でも問題も話から応募したい。ありがとう。まだ制服いける。本当？じゃあ気をいっぱい今のうちに。肌が綺麗だから若く見える。本当ですか？でも今大きいニキビがねできたんですよ。早く直さなきゃ。お、タコがいっぱい来た。今ね、頭の中でね、ずっとね、今日一日ね、夜の人笑いっていう YouTuber がいるんですけど、その人たちの未来地図っていう歌が頭から離れなくて、やばい、ずっとループしてる。本当にいい曲なんだけどね。ずっといい曲なんですよ、未来地図。知ってるかな。めっちゃ歌うまくて、昨日聞いてた。本当？あとキングヌーのね、ボーイっていう曲、ボーイだっけ、あの最近の新しい曲なんだけど、それも今日ずっと聞いてた。キングヌー、なんかキングヌーさんの曲って全部聴きたくなっちゃう。一回乃木坂の生田さんに雰囲気が似てる。中学生ぐらいの時はめっちゃ言われた。中学生ぐらいの時に似てたみたい。最近は全く言われなくなった。嬉しい、乃木坂さん。多いね、最近の流行りの曲。ずっと未来地図先から、どうしよう、抜け出せないわ。こういう時ってどうしたらいいの？なんかさ、心理学的になんかないのかな、なんかレモンを食べるといいとかさ、
その曲が頭から抜け出せない時なんかないんですか？今日キーマカレー作りました。またメールに載せよう写真。キーマカレーとか野菜とか、あ、愛してる、なんだっけ、なんだっけ、っていうね曲なんですよ。やばい、今ちょっと歌ったらもうもっと離れなくなる。心理学者の方いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？教えてください。大学の時心理学の勉強を取ってたな。先生の話がちょっと面白くて取ろうと思ったんだけど、なんか体験みたいなのあるじゃん、1週間体験みたいな。それでなんかいましたね。やっほー、心理学の授業楽しかったな。でも久しぶりにこの時間にできて、みんなとお話できてる、嬉しい。23日お話し会参加します。その現象は飽きるまで聞くしかない。そうなの？そうなんだ。じゃあ飽きるまで聞こう。心理学はしっかりと単位取れたの？取れました。なんかね、作文みたいなのを書いてそれを出した気がする。でもね、何を勉強したかって言われたかちょっと思い出せないけど、いろんなこと学べ。モノレールのイベントはもうやらないの？いや、やりたい、やりたいけどなかなかね、今はちょっとご時世的にできないので、残念ながら。やりたい気持ちはあります。やりたい気持ちは山々ですが、ちょっとわかりません。やっほー、ね、やりたいよね。献血のイベントもとってもやりたいです。なんかないかな、そういうの。みんな、やっほー、僕だよ。ダッフィーくん遊びに来てくれたの？今日はシディメイちゃんはいないの？うん、いるよ。ちょっと呼んでくるね。あ、間違えた。シディメイちゃんじゃなくて違う女の子だった。間違えた。これ なんだっけ？何ちゃんって言うんだっけ？わかんないけど。クッキーランドだっけ？クッキーランちゃんだった。かわいいです。クッキーランかな、修羅場。間違えちゃったよ。え、ちょっと
誰と間違えたの、誰だったかな。とはなりません。かわいい私たちのペットです。私たちのペットじゃない、私のペットちゃんたちです。かわいい。男の名前言い間違いはマジ修羅場に貼って。一緒にいる女の子の名前間違っちゃダメ。違う、ちょっとダッフィーだから普通にさシェリーメイだと思って呼んだら、あ、そういえばシェリーメイちゃんじゃなくてクッキーランちゃんだったと思って、かわいいです。カエルを持ってます。可愛いでしょ。ロットちゃんもいるよ。いい匂いする。ロットでーす。よっほー。いい匂い。もう本当にふわふわなの。びっくりするぐらいふわふわ。これは。もう触り心地最強、最強最強。この子たちは、この子たちじゃない、この子はイチゴの匂いがします。本当にするの。タグは切ってません。これはトイストーリーに出てくるロッツォっていうキャラクターなんですけど、私が好きな推しメンです。お耳が、トゥン。そう、この人はね、悪いキャラクターなの実は。でもなんか愛くるしくて好き。いろいろあったんですよこの子にも。いろいろあったんですよ。最後車に連れてか、そう、車の一番風が当たるところにバーってね。よかった、でも捨てられなくて。かわいいですよ。しょ、乗せとこう。やばい、落ちちゃう。この子触ってよ、気持ちいい。そう、いろいろあったんです、悩みが。僕にもいろいろあったのよ。いろいろあったの。なんかさ、こっから先は悲しくて言いたくない。でも今はこうやって七瀬ちゃんに助けてもらってるから幸せだ。みんなのコメント見てるぞ。気持ちいい。アプローチつけてます。大丈夫かな、なぜ。大丈夫です。私はこういう人間です。タグ外さない、外したくない、なんか。ディズニー、アラジンしか見てない。あ、アラジンもでもいいよね。眉毛こうなってる。
来週妙の部屋。そうなの？知らない、まだ。そうなのかな。今めっちゃ甘いもの食べたい気分。何系食べたい？なんだろうな。今日ねローソンにミルクレープが売っててめっちゃ食べたかったんだけどやめた買うの。でもお兄ちゃんがおにぎり買ってくれた。最初に自分でおにぎり買ってたんだけど、その後お兄ちゃんが来ておにぎりもう一個追加して買ってもらった。あとエルチキをもらいました。さっき東京駅でメープルマニア買った。メープルマニアって何？美味しそう。顔痩せたね。本当に嬉しい。痩せたのかな、全然わかんないけど。美味しそう。クッキーみたいなやつ。オレンジの冷蔵庫にドジマロール、ドジマロール食べたことないかもしれない。食べたいな。これからタルト食べよう。待って、みんなちょっとデザートタイムじゃん今から。待って待って、三角チョコパイ食べたってやばい。食べたい。なんかでもなんもないかも。お家で作ったクロワッサンだっていいな。作りたい。前はむくんで見えるときたまにあったけどそれはね、ちょっと寝起きのときとかにやったりするとね、私超むくんでます。みんなで太らせようとしてる。どうかな。食べたくなってきた。すっぴん、今日もすっぴんです。そんなことないよ、優しい。雪見大福のコラボのやつ買ってみた。何それ。あれ、雪見大福バスクチーズじゃなくて違うか。しめ鯖食べますいいね、渋くて。すっぴんですよ。でもまつげパーマをしたのでまつげはめっちゃ上がってるけど何もしてない。口だけチュチュって塗ったけど眉毛もしっかり綺麗なんですよ。私眉毛めっちゃ生えてる。確かに眉毛がさないとさちょっとすっぴん感強めだけどさ、眉毛ちゃんとあるとさ、ちゃんと朝でもなんかほらめっちゃちゃんと眉毛あるよ。描かなくてもいいもん私眉毛。めっちゃ綺麗に生えてる。ほら、眉毛ちゃんです。今日は何も描いてないよ眉毛は。最近全然前髪切ってない。あ、すごい綺麗になった前髪。
左やと違う眉毛そう左やはね、でも最近生えてきたって言ってたけど、18歳に見える、そんなに。でも今日マジでメイクしてないからちょっと幼く見えるわ。メイクしよう。脇目 JK みたい、確かに懐かしい、私もこんな JK だったわ。ナッシュの真似して前髪分けちゃった。いいね、嬉しい。ウォッチしてる、ウォッチしてます。なんかね、ここのね、ここのこのバンドっていうの、それをねなんか変えられるんですけど、なんかね可愛いのがあって、なんかチェーンみたいなやつ、今何どんなのがいいかなと思って探してるんですけど、なんか可愛いやつあるかな、変えたい。マジックテープの使いやすい、そんなのあるの？スマホは大きい派小さい派、なんとかマックスっていうのは使ってないけど、普通のやつかな。アプローチはねいいよ結構。なんかまず私がめっちゃ毎日使うのは iPhone をなくした時に iPhone から音を出せるの、違うこのウォッチから音を出せるの、出せて iPhone を探せるの、だからすぐになんかこう分かるんです。あとはなんか iPhone 持ってなくてもここでなんか通知とかを見れるので一番便利です。おすすめです。いやなんかさ部屋の中にいてもさ、あれどこやったっけって時さ、なんか無駄にさニンニクニンニクって言って探してるよりさ、これで一発でできるので、通知とドボンの時間合わせにめっちゃ、ああ確かにそうだね。みんなもお揃いでつけよう。寝る時は外します、さすがに。ニンニクと比べないで、ニンニクより全然実用的です。これ防水、防水耐水かな、防水ガチガチの防水ではないと思うけど、生活防水みたいな感じだと思う。そんな感じですかね。まあでも人によるかな、使いでも何しても全部使いこなせてるわけじゃないから、使いこなせる機能はもっとありそうだけど、使いなんかやっぱ難しいですね、全部使いこなすのは。全然知らない機能とか未だにあるし
テク散歩はまたいつ出演されるんですか。まだ決まってないけど、まあいつかな、全然わかりません私も。でも出たいね。次は誰かな。キャッシュレス決済は便利。ああ確かに。意外なメンバーとテクテクしてほしい。意外なメンバー、例えば誰だ。意外なメンバーか。まあでも大体テクテク散歩意外なメンバーとやってない結構。まあ最近はエイトのメンバー多いけど、レナッツさんとかモギさんとかミーオンさんそうだし。結構意外なメンバー。どれがいいかな。軍司さんもはやメンバーじゃないけど、あトムさんとやりたい。トムさん、あ、ユアサさんメンバーじゃないというね。タクちゃんと、あ確かにいいかも。バッチコイ、チバディなんで愛想おじさん、いや誰誰、ケンミンショーにヨコちゃん出てるんだって。本当山出てますか、みたいな。あーナナさん確かに。しのぶさん、アイスおじさん、湯浅さんやめて、そんなアイスおじさんなんて呼ばないで、すごい人なんだから。アイスおじさんはやめて。確かにアイス毎回持ってきてくださるけど、ケミーションに横じゃれてるみたいな。ユースさん静岡公園行ったら 98%95% の確率で、え、どうだろう。いやでも忙しいからね、そんななんか 80% ぐらいだと思う。75ぐらいじゃん。本当に忙しいから毎回来てくださるわけではないかな。忙しいのにね、わざわざ来てくださって嬉しいですね。全然そんな毎回、まあでもね、毎回結構最近は出てるメンバーも違うから、あでもそんなことないか。絶対いるっていうわけじゃないので、ユースさんに会いたい方はあのツイッターとかで聞いたらいいんじゃないですか。今日来ますかって、そしたら教えてくれると思う、優しいから。いや本当に優しい、ユースさんびっくりするぐらい。
ね、やばい、足痺れてきた。じゃあそろそろちょっと今日は終わりにしようかな。ランキング読みます。13位は台湾のジアホーンさん、ありがとうございます。12位は元太夫ショールームアットマーク7年者さん、ありがとうございます。11位はタッチアットマーク7年者さん、ありがとうございます。10位はスイカの種アットマーク7年者さん、ありがとうございます。9位は台湾の KK、あ、間違えました、香港でした。香港のケーキアトマーク7年者アトマークの鳥のさん、ありがとうございます。すいません。8位はしのりアトマーク7年者さん、ありがとうございます。7位はとわアトマーク7年者さん、ありがとうございます。6位はけなアトマーク7年者さん、ありがとうございます。5位はゆうさん、ありがとうございます。4位はあずまるアトマーク7年者さん、ありがとうございます。3位はくにアトマーク7世のオペクスキー7年者さん、ありがとうございます。2位はパンダアトマーク7年者さん、ありがとうございます。1位はのべ公式アトマーク7年者さん、ありがとうございます。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとう、見てくれて。ちょっとの時間だったんですけど、じゃあ最後にやります。はい、みんな私はミルフィーユー、バイバーイ、さよなら、ありがとう、バイバーイ。